はい、時刻は11時になりました。 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークのシャッフル、ここからは特集コーナーサタデーナイトラボ。スペシャルウィークにお送りするのはこの企画、本当はうっとりできない R&B 歌詞の世界、 R&B バカリリック大更新。はい、ねえ、まあ、こんな感じですよ、ラジオやクラブで耳にしますね。まあ、英語の R&B、 リズム&ブルース、まあ、ブラックミュージックといいますか、まあ、思わずうっとりするような、ね、超名曲バラードいろいろありますが、歌詞を知ったら皆さん歌詞わかんないでうっとりしてんじゃないか、特に OL の皆さんなんか特に OL の皆さん歌詞も分からずにもうまさぐったりしてんじゃねえかそれそれせいで下ネタじゃねえかって歌詞を知ったら単なる下ネタで超がっかり、そんなケースが割とよくある海外 R&B の歌詞の世界をですね、実際に曲を聴きながら楽しみ、そして学んでいく、まあ大きな言葉で言えば音楽啓蒙企画です。はい、というわけで本日はナビゲート役としてこの二人をご紹介いたしましょう。番組構成作家おなじみ古川光さんと、そして売れっ子音楽ライター高橋義明さんです。よろしくお願いします。はい、どうも。はい、はい、通称よしくんでね、はい、よしくんとかよしこんとかね、はい、いろいろ言われておりますが、はい、まああれですかね、僕らのこと、僕ら周りの人間関係をよくご存知の方は、名著ブラストコーロンというね、そうですね、一緒にね、僕ら私歌丸、そして古川子、高橋義明、はい、残り2名で出した名著ブラストコーロンなんてのも、いまだにアマゾンなんかでは高値がついている、もう8000とかね、8000とかついちゃって、高値がね、復刊してくれなんて声も絶えない名著の、はいはいはい、まあ仲間としても知られておりますし、はい、まあなんといっても今目下は本当にもう売れっ子の、もうそういう、いわゆるこういうブラックミュージック系のね、ライナーノーツとか、はい、宣伝なんかそういうの、あとは例のアゲインですよね。あ、そうですね、先週出て、あ、先週じゃないっけ、先週出ていただいた長谷部君、ね、そうですね、あと来週出る渡来君とかも、あと DJ たけし君、はい、ではアゲインというね、はい、コンピ、はい、コンピレーションされたの、コンパイルされたんですよね、まあ監修というか、はい、そんなこんなで今やこのね、この業界でもトップクラスの、存在になられた高橋義明さんということなんですが、はい、はい、ということで、まあ、この吉高橋くんをわざわざ迎えてね、はい、こんな鼻のないやつを懐かしいな、こんな電波にね、こんな公の場合に黙んないでください。不快げな顔して黙る。どうも構成作家古川です。はい、構成作家古川です。どうもです。はい、そもそもこの企画はですね、2001年にですね、ヒップホップ R&B 専門誌、今もうなくなっちゃったんですけど、ブラストという雑誌がありまして、さっき言ったブラストコーロンというのは、そのヒップホップ専門誌の中で僕らがやってた座談会対談だったんですね。はい、そうですね、その母体になったブラストで、そこに、高橋義明さん、まあ、よし君と今日はもう呼ばせてもらいますけど、はい、よし君が編集者でいて、でこれそのよし君と僕と、あとライターの川口真希さん、真希ちゃん、はい、の3人でやった企画っていうのが、記事がありまして、川口がなんで私は呼ばれてないんだって腐ってるって話を聞いてますけどね、うん、すごい言ってた、うん、お前はラジオの前で聞いてろって聞いてる、はい、まあまあまあ、それでやった記事があって、はい、では同じ企画です。要は R&B の歌詞をちゃんと聞いてみ、調べてみたら、うん、どんなことになってるのか知ってるっつって、はい、で僕は今もそうなんですけど、うん、R&B を全く聞かないんですね、普段はね、だからイメージで、うん、いや美しいこと歌ってんでしょ、はいはい、みたいなことを思ってたら、とんでもない誤解をしていた。なんか最上級の綺麗な表現で、うまい表現で、うん、君を愛してるよとかさ、そういう甘いってやつ、いわゆる甘いっていう、はい、思わず聞いたらそういう叫んじゃうような感じかと思ったら、うん、いやいやという記事をやって、でも当時歌丸さんがそれ大絶賛してたんですよね。本当にね、よだれ垂らして部屋で笑ってました。はい、ね、最高におかしかったですね。腹がよじれるとはこのことでしたね。ありがとうございます。はい、ブラスト市場の中でも1位を争う名企画だったと思います。はい、なので専門誌なんですけどね。はい、でもいわゆる啓蒙にもなってるわけですよね。まあ、ね、洋楽っていうと歌詞なんか気にしないで聞くみたいな聞き方も結構ね、うんうんうん、多いわけですから、うんうん、そういう中でちゃんと歌詞の中も探ってみようと、そこも踏まえた上での、はい、うん、企画だったわけですね。はい、なんでそれは今回は機にそれをちょっと復活かついいです、ね、パワーアップというか、実際に本当に曲が聴けるわけですし、だし随分経ってますよね。2001年ですから、それも2007年にももう一回やってるんですけど、はいはい、それのさらにまた新しいそのアーティストであったりとか、うん、はいはい、まあ、新しいボム、ブツ、新しい、もう新人が、期待の新人が出ちゃって、増えてますよ、増えてますね、この業界のね、バカ歌詞界のバカ歌詞界の新人たちも大量投入されてるんで、今回パワーアップ版としてやろうと、はい、でルールというかですね、今回のそもそもの、説明として一個言っとかなきゃいけないのは、はい、この
翻訳ですね、うん、いわゆるその日本語訳、うん、原始の英語の歌詞を訳したのはあの CD 日本版買うと、はい、翻訳の歌詞カードが付いてるじゃないですか、はいはい、これに、準拠しています。それに基づいて今日やります、はいはい、なんで、これ誤訳じゃないのとか、はいはい、訳した人のおめえその心積もり一つじゃねえのみたいな、はいはい、お前が面白くしてんじゃねえのみたいなのも含めて、はいはい、とりあえずそういう印刷が CD の中に入ってるんで、はい、しょうがねえじゃん、はいはいはい、そういう面白さも、はい、あのごえなんていうの、間違い訳詞、間違い字幕が面白かったりこともありますからね、はいはい、あのレポマンの人生は緊張の連続だっていうね、緊張だ緊張だっていう、人生は緊張だってやつですよ、はいはい、そういうあれですね。まあだから間違いもあの含めての面白がりだと、これがオフィシャルとして流通してるのは間違いないんですよ、はい、っていうような、ことがまず前提のルールです、はいはい、で今日はですね、1時間やるんですが、大まかにバカ歌詞と、はい、下ネタ歌詞っていうこの2つのセクションに分けてやります、はい、なるほど。で前半にバカ歌詞をやって、はい、その後に下ネタ歌詞、皆さんのお好きな方をやりますよ、はい、たっぷりとやりますよ、たっぷりとね、1時間にわたってお送りされますねさあじゃあ行ってみましょうか、早速行ってみましょうか。まず1人目の、じゃあこれバカ歌詞第一なんですね、はい、デュエイン・ウィギンスという人の曲からいきましょうか、じゃあ、はい、これもバックで流れてる曲、これもすでに流れてますね、流れてますね、曲名がですね、ミュージック・イズ・パワー、はい、Eyes Never Like You、 2000年のアルバムで、はい、これ、アーティストの説明をじゃあ、よし君に説明してもらっていいですか。はい、トニートニートニーっていうですね、はい、グループのメンバー、トニートニートニーいいじゃないですか。いやもう結構クロート受けするという、最高に好きですよ、トニートニートニー。今もちょっと活動してないんですけど、うん、はいはい、そのソロアルバムですね、はいはい、でまあ聴いてもすごいかっこいい曲じゃないですか、まあ、渋い感じのね、ミッドファンクしたファンクはいはいはい、はい、でミュージックイズパワーですね、はい、ミュージックイズパワー、まあ音楽は素晴らしいみたいなことじゃないの、はい、いやそういうことですよ、うんうん、ですが、これ歌詞をですね、1行だけ読みます、はい、で、まずこれ前提として知っておいてほしいことはですね、はい、このドウェイン・ウィキンスさんという人の外見ですね、うん、はいはい、ドレッドヘアを、そういわゆるこう髪がこう束になってこうチリチリになってる、そうですね、ボブ・マーリーとかそんな感じの、はいはいはい、で、まあ、ちょっとこうなんていうんですかね、クマさんっぽいというか、そんな太ってはないんですけど、はい、ちょっともっさりとしたドレッドヘアの方だというはい、はい、外見の人です、うん、はい、で歌詞をですね、これから関係あんのね、関係あります、非常に関係あります、はい、で歌詞をですねこれ読み上げるんですが、はい、先週ねちょっとプレ企画として歌丸さんに2つばかし読んでもらったところ、はい、今度笑いすぎてそれから全く聞こえなかった苦情が来たんです、苦情が来たんです、ね、俺ねダメなのよ、あの一度ねハマっちゃうともうアウトですね、いわゆるゲラというやつですね、なんであの今回はですね、そのプロフェッショナルにですね、やっぱここはいわゆる代読をしてもらったんです、はいはい、してもらいましょうか、プロフェッショナル中のプロフェッショナルです、はいはい、特に固いナレーションとかですね、うんうん、真面目なナレーションだ、本当に定評のある、誰だ誰だ、TBS ラジオ、小島恵子キラキラでおなじみ小島恵子アナウンサーです、出ましたね、あの人はこういうの好きでしょう、だって、あのくだらないことを言うのが好きでしょう、うん、基本的にね、今ね水曜日で歌丸さんキラキラのパートナーですけれども、はいはい、じゃあ何しろ僕は今回は、はい、あのなんていうの、会議の段階から完全に隔離されてて全く知らない状態なんですよ、はい、はい、でから行きますからね、これは楽しみです ね、 いすね、はい、なので行きますよ、じゃあドウェイン・アトキ・ウィギンスさんで Music is Power という曲で、はい、ドレッドヘアの彼が言っている歌の一節を小島恵子アナウンサーの朗読で聞いてください、はい、どうぞ。どこに行っても人から聞かれる、それは地毛ですかってね、いやというですね、あの今日はこの繰り返しですよえ、いや、はい、はい、どこに行っても人から聞かれる、それは地毛ですか、つまりドレッドに関して質問される、あのさ音楽と関係なくねミュージックイズパワーですからね、しかもこのフレーズから始まるんですよ、あそうなの、うん、こっからちゃんとさ、こうさちゃんと、あなるほど音楽は素晴らしいなっていうところにちゃんと展開していくのこれ、一応その後は日本語で言うと、分かるだろ、うん、髪の長さで人を判断するのはフェアじゃないよなみたいな、人は見た目じゃないだろ、見た目じゃないみたいな曲になっていくんです、はいはいはい、その出だしがまあつかみですよね、確かにつかみとしてはもう完全にこれちょっと笑わそうとしてるじゃん、もういや本当に聞かれてんじゃないですか、ね、それ本当地毛なんですか、俺がじゃあ歌詞の出だしで、あのサンプラザ中野くんですかって聞かれるけど、うんうん、それ面白くねえからみたいなそういう出だしみたいな、そういう出だし、俺は全然笑われキャラみたいなとこあるけど、うん、これトニトニトニってもう聞いて分かると結構おしゃれな感じの、かっこいい、そうですね、かっこいい系だもんね、外見はちなみに歌丸さん見せますと、まあ、本当にドレッドヘア、ドレッド売りなんですよね、だからね、うん、ドレッド売り、うん、なるほど、ね、この人本当に地毛なんですか、地が地毛ですよ、しかもねこれ今読ん
なのピープルアスフックがね、はい、サビがね、サビ髪の毛の長さで音楽はパワーさBy the length of his hair, てんてんてん Music is power つながってねえよ繰り返しってことなんじゃない、うん、People ask me everywhere They say is that really all of your hair? っていうね、うん、はい、ということで ね軽くじゃあ軽く、ね、ジャブいただいたところで、ジャブです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ次行きましょうか、はい、今後行きましょうか、はい、じゃあ続いてバカ系歌手2人目、シスコ。シスコはだって知ってるでしょ、シスコ、はい、トン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 ですよね、ティーバックの歌ですよね、はい、こいつはバカでしょ。いや、バカです。高橋さん聞くまでもねえけどバカでしょ。そしたらアーティスト説明をじゃあお願いします、はいはいはい、ドゥルーヒルっていうコーラスグループがいるんですけど、うん、あ、元はそうだな、そうだそうだ、うん、そっからソロデビューして、はいはい、まあ、ソロの方が当たったって感じかな、はいはい、そのトン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 ですよ。この時点でもう嫌になっちゃう。あれ流行った時俺すげえ嫌になっちゃった。トン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 。はいはい、割とボンクラっぽいような人でもあるのかな。そうだね。ブルース・リーのファンだったりとか。あとね、日本のアニメがすごい好きで、それの絵とかもうまいの。はいはい。萌え系の絵がうまい。そういう。あとバク転がうまい。それは聞き逃せないでしょ。バク転がうまいやん、ね。はいはいはい。で、その今日紹介する曲の一節があるのが、うん、アンリーシュ・ザ・ドラゴンっていう99年のアルバムの、そのトン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 が入ってるのと同じアルバム、はいはい、うん、のインコンプリートという曲で、これ今バックに流れてる曲がそうですね、これね、これだ、本当にいい曲、バラードじゃない、うん、普通に綺麗な曲じゃん、すっごい、トントントンとは違うね、明らかにね、本当にいい曲、本当にいい曲だし、うん、歌詞全体がひどいわけではどうもないらしいです。ただ一節やっぱりどうしても聞き逃せない、聞き流せない、聞き流せないとこが来る、前半に特に来ますので、はい、そうですか、その一節をじゃあ、例によって小島慶子アナウンサーの、はい、素晴らしいナレーションによって聞いていただきましょう、はい、どうぞ。法律で許されるのかと思うぐらいの金が銀行にある。すごいですね。これはだからさ、はい、なんだろう、いわゆるラッパー的なホラーってことですよね。そう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 。ラッパーってさ、そのさ、よくさ、はい、ほら、俺がナンバーワンだとかなんだかエバっちゃってバカみたいって言うけど、うんうんうん、はい、そういうこういう嘘みてえな嘘、ホラーをつくっていうのも一つの芸なんだね。で、これやっぱラッパーっぽい、いや、そういうことなんですよ。もうやっぱヒップホップの影響がやっぱ、うん、はい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 、はい、ヒップホップのメンタリティみたいなものが R&B にも入ってきてるってことですよね、うん、はいはい、これはだから流れとしては、はい、要は、非常に自分は恵まれてるね、法律で許されるのかと思うくらい金が銀行にある、はい、それでも俺は孤独だっていうね。そうです、そうだ、インコンプリートだから、はい、完全、はい、ああ、なるほどね、うん、あ、全体としては結構いい、曲全体としては君がいなくて僕は切ないんだというようなことが、はい、この曲全体のメッセージで、何も何もかも手に入れているけれどと、その振りなんですね、はい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 、その振りがちょっとたださ、でかすぎる。まずさ、うん、法律で許されるのかと思うくらいの金っていくらっていうのもあるし、あるし、ね、あと、うん、まあどう考えても嘘っていう。そうです、これ笑わずによく聴けるなって話なんですよ。こんな曲に乗っかってどうなのかな。だからそのアメリカ人はうまい、うまいわ、うまいわ、うん、これはでもあなたの訓議のようにみたいな、そういうしかもこれ全米1位ですから。あ、そうですか。あ、じゃあゲラゲラ笑ってるだけじゃ到底ない数だよ、ね、そうだ、いや、むしろみんなアメリカの人に聞きたいですね、ここ笑わねえのっていうね。ニューヨークってこの歌詞突き出して、これ笑わないの。でもラッパーでこのぐらいのあれは慣れてるから、そうね、だからラッパー的メンタリティみたいなのが一般化してるから、そう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 、これも許されちゃってるけど、はいはいはい、まあ、我々日本人はまだまだ、そういう意味ではまだまだ正気を保ってますので、まだまだギョッとしてしまいますね、してしまいますね、はいはいはい、じゃあテンポよくいってるところで、はい、じゃあ3曲目、うん、バカ歌詞系3人目いってみましょうか、はい、これも実は大物です、はい、ブラックストリートという人です。おい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 、ブラックストリート、この間ね、テリー以来、うん、あれガイ来てたんじゃない。あ、来てました、はい、そうですよね。ちょっと簡単な説明をよしこお願いしていいですか。そのガイの解散後に、はい、テディ・ライリーが作ったグループ、まあ、テディ・ライリーっていうのはもうこの要するに R&B 界ではもうトップクラス、うん、まあ、それこそマイケル・ジャクソンとかね、仕事でも、うん、知られてる、うん、もう本当にトップ中のトップですよね、うん、フロー・オブ・ハーモニーとか、そうそう、最近もフロー・オブ・ハーモニーの、うん、ヒロっていうね、歌手がソロデビューして、それのマイロっていう名前も命名してっていう、うん、そのぐらいの、うん、
で昔ガイっていうグループで一世を、これもう僕の、ね、青春のもう象徴ですよ。テディーライン、アシロ君大好きだよね。もう本当大好きですね、うん、はい、うんうんうん、のですね、その中から選んだ曲がですね、はい、ブーティーコールっていう曲からのデビューシングルです。デビューシングル、デビューシングルなんだ、うん、はい、まあ、まずすでにもうこのタイトルから嫌な予感をしてるブーティーコール、はいはい、これどんな意味ですかね、ブーティーコール。ブーティーおけつです、ね、おけつの電話、うん、はい、お尻電話ってことですね。並々ならぬ予感がしますね。すでにもうねちょっとこれ、まあ、これだ、はい、まあ、これかっこいいんです、まあ、テディーライリーらしいちょっと、まあ、重いファンクビートで、いやもう超かっこいいです ね。これどんなこと歌ってんのかな。これでもすでにこんなでもちょっと勢い系だし、お尻電話だからもうすでにこれハードル上がってますよ。これハードル上がってますよね。でなんか曲調的にかっこいいし、うん、ただ、歌詞はですね、まず全体的にちょっと情けない方向の歌詞、男の情けない方向の歌詞だし、はいはい、それ以前に、はい、ちょっと君何を言ってるかよくわからないですっていう俺が結構好物なタイプですね。先週笑っちゃったのもそれですから、ボイスメント、何言ってるかわからないですっていう、これ3ちょっとじっくり聞いた方がいいね。本当にわけわかんない。なんならそのそうですね、うん、小島さんのそのナレーション2回繰り返してもいいかもしれません、はい、とりあえず3行ほどの歌詞を小島さんにちょっと朗読してもらうので、はい、それをじゃあちょっと聞いてください、はい、どうぞ。時々落ち着こうかなと思うけど、結婚初夜に浮気しそうで怖いんだ。人生は嘘をつくには短い。失礼な意味じゃなくて。で、女のことを考えると、熱い夜の本能。いやいやいや、何言ってか全然わかんないんだけど。全然わかんない。いや、本当にわかんないね。ちょっとこれ、多分みんな首ひねってるもん、これ。もう一回行こうよ、これ。もう一回行きますか。3行、じゃあもう一回、はい、お願いします。時々落ち着こうかなと思うけど、結婚初夜に浮気しそうで怖いんだ。人生は嘘をつくには短い。失礼な意味じゃなくて。で、女のことを考えると、熱い夜の本能。いいですね。肝やっぱり僕は、はい、失礼な意味じゃなくてっていうちょっと言い訳が入ってる。言い訳が、まあ、要はさ、君と結婚したいんだけど、うん、でもこのまま自分が落ち着けるとも思えない、うん、からでその嘘をつくのもなんだかな、うん、みたいなことですね。伏線張ってるわけだね。伏線というか前振りしてるわけですね、うん、でさ、失礼な意味じゃなくて、うん、でさ、その次のデモが分かんないんだよね。デモ、女のことを考えると、で、さらに、はい、熱い夜の本能って体現止め体現止めで来ましたからね。全く意味が分かんないし、小島さんのナレーションだと、うん、で、女のことを考えるとって言いますけど、これ正式にはデモ、うん、女のことを考えるとっていうことですけどね、でもさ、で、その後が It's a booty call でしょ。そうですね。で、このまま旅になだれ込んでいくんですよ。コールってあれか、お尻が呼んでるみたいなことか。あ、そうでしょ、そういうことか。電話じゃないだろ。お尻電話じゃなくて、お尻が、本能がなんかそのお尻が呼んでる。俺は煽られてる。お前の尻が悪いんやで、この尻が悪いんやでっていう、この尻がペンペンっていうことじゃないの。ぐっと親しみやすくなりました、ね、まあ、そういうことなのかもね。はい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 。ただまあ失礼な意味じゃなくて、うん、I mean no disrespect at all、うん、全くそういう、あ、あの失礼な意味、そんななんか変なけなしとかそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくてでもあの結婚初夜にもういきなり浮気とかね、あのしちゃうみたいな、うん、ね、その、うん、それだって嘘つき、ね、嘘つくにはね、ちょっとね、人生ね、みたいな、こういうノリで、最後に熱い夜の本能。あ、だからそう、熱いね、これっていうのはやっぱり夜 のね、こう本能っていうかさ、あのケツが呼んでるわけで、そういう歌でみんなハーレムで大盛り上がり渋谷の夜でもうイケてるギャルたちが大盛り上がり。そうね、もうこの企画の意図は伝わったと思いますね、はい、危ないぞっていうことですよ、うん、はい、来てしまいましたね、はい、といったあたりで、はい、じゃあもうサクッとバカかしはこれで終了で、はいはいはい、ここからが本当ですからね。残りの40分は全部下ネタ、はい、下ネタいきましょう。じゃあ一回まず CM 行ってみましょうか。はい、1,2,3 Rhyme starts the matter Begin shuffleはい、時刻は間もなく11時20分になるところ、 TBS ラジオライムスター歌丸のウィークのシャッフル、今夜は本当はうっとりできない R&B 歌詞の世界、 R&B バカレリック大行進として洋楽 R&B 歌詞の世界を探っております。ということでナビゲーターは音楽ライターの高橋芳明さんと番組構成作家の古川光さんです。はい、はい、構成作家古川です。
ということで第1部、バカ歌詞編、これはでもまだまだ触り、いやもう全然まだ浅瀬、浅瀬、浅瀬、チャパチャパですか、チャパチャパです、これからズブズブとハマってくるわけですね、はい、ということで早速下ネタ編いってみましょうか。はい、プレジャー P というアーティストの、ボーイフレンドナンバー2という曲です、はい、プレジャー P、 うん、うん、これはね、プリティリッキーっていう、うん、フロリダのもう清掃が裸みたいな話が早いっていう4人組がいるんですけど、はいはいはい、それをそこから脱退して、うん、今年出たソロアルバム、あ、2009年のアルバム、うん、最新だ、名前がやばいでしょ、プレジャー P、 プレジャー P 快楽 P だ、快楽 P、 快楽 P、 喜び P、 喜び P 気持ち P みたいな話が早いな、やっぱり気持ち P みたいな人、ね、そういう話が早い人なのなるほどなるほど、はいはい、うん、でその人の曲、そうですね、ボーイフレンドナンバー2っていうのまずさ、うん、もう嫌な予感するんですよね、いやもうね、もう答えが出てますからあのさ、若干あれエヴァっていうことっていう感じがちょっともうすでにするんだよね、はい、はいはい、いやもう実際こう魔男の、あ、そうなんですよ、魔男、魔男です、うんうんうん、2号さんならぬ、まあ、2号男というか、そうですね、はい、これでも全米 R&B チャート2位なんだってね、最高ね、大ヒットしてるんですね、うん、でも R&B チャートで2位なんだけど、はい、ポップチャートで42位これさ、だからさ、普遍性はないって、そう、R&B 好きな人はまだ慣れてるからいいけど一般層はこれはねえだろう、いやもうね、一般層はドン引きあ、そうですか、ちょっと期待できますね、はい、はい、1個だけ付け足すと、うん、魔男の歌であし、さらにちょっと言うと魔男が逆切れをしている歌ですそうですか、はい、あ、そうですか、じゃあまず、イントロの歌詞をじゃあまた小島アナウンサーで聞いてみましょうか、はい、お願いします。彼氏が近くにいないとき電話してくれよ、俺は気にしないぜ、片手までいいからやろうぜまずイントロでこれです。男らしいですね。男らしいですね。下品ですね。片手までいいからやろうぜ。いいですね。強い立場なの、弱い立場なの。片手までいいからやろうぜっていう。まあでもいつでも電話してくれよと。うん、あ、そうですか、そうですか。これイントロ部分ですね、まだね。はい、で、バース、うん、いわゆる歌の部分ですね。はい、サビの前の。はい、で、あるですね、あるプレイを彼から提案するプレイですか。一行が出てきます。はい、これもじゃあ小島、ナレーションで聞いてください。ビデオカメラを持ってくるから、二人で AV でも作ろうぜ。ちょっと待って、曲調どんなだっけ？結構、これですよね。いや、メローな。結構メローな感じですよね。うんうん、提案ですか？ハメ撮り提案ですか？しかもまあ、スタンス的にはアイドルシンガーって言っていいから。あ、作りたいっていう、いや私と私とみたいな、そう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 、厚弘私とみたいなことですよね、片手までいいからやってAV って結構ショッキングじゃない歌詞の中でAV いいですね、ビデオでもかなり具体的な提案ですね、はい、元の詩はどんなんだって、元の詩はですね、はい、これはですね、どうなってるかな、AV って言ってんのかな、向こうで言うとなんだろうね、ポルノビデオ、メイクアムービー、え、 We can make a movie、あ、それを日本語訳で AV ってやってんだこれなんか意訳が相当過ぎてるパターンこれはいわゆるそのでもそうなんじゃない、カメラ持ってくるから、まあまあまあ、それはそうですよ、ハメ撮りしようぜって間違っちゃいないですよ、うん、はい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 、むしろ AV でよかったね、ハメ撮りしようぜでも、はい、またちょっと違うもんね、うん、AV の方がまだ作品、うん、要するに2人でその作品を作ろうか、うん、ハメ撮りってよりは、うん、てめえ何言ってんだか若干やっぱ出てますから、なるほどね、はい、いいと思いますよ、はい、で、これのサビ、フックが終わって、サビが終わった後、はい、2番でですね、彼の魂の叫びが出てくるのでこれもじゃあ小島さん、朗読お願いします。俺はただの魔男とは違う、さらっと出てきます、はい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 、どういう文脈でいくんの、俺はただの魔男とは違う、俺は時間をかけて君の体中にキスするんだ、君が許してくれればの話だけどでまたビデオカメラ持ってきておきたいで AV でも作ろうぜ、うん、魔男であるということに対する引け目はないと見ていいですね、うんうん、ほら他のとこも結構すごくない、すごいですよね、俺は両手を挙げてたっぷり君のサービスを受けるのさ偉そう偉そう、なんだっけな、本命のこれさ、あ、これバース3番目か、本命の3番目、あ、これか、本命の彼氏だけでなく2番目の男もいる女の子はイエーと言ってくれ、イエーと言ってくれ、もうコールアンドレスポンス、彼氏のエッチが下手だから2番目とやろうと思ってる女の子もイエーと言ってくれ、イエーっていうね、いい場所があるんだ、君の知らない場所がねっていう、ね、知ってるやつはいないからやりたい放題だぜっていうでもこれもあれ、ボースティングと一緒で、はいはい、お前の彼氏より気持ちよくしてやるぜっていう歌詞は結構多い、いわゆる自分のセックス技巧の自慢の
形態ということですね、うんうん、コーラスっていうかサビだから俺はボーイフレンドナンバー2、 2番目の男、うん、本命の男は近くにいないし、あいつはエッチも下手そうだからっていうね、うんうん、そう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 、君がとってもエロいのが好きなことは分かっているだからとことんいやらしいことしてやるからなポップチャートでは42位。君が言い合ったり喧嘩したりしない限りは2番目の男は絶倫のテクニシャンだからね。うるせえなるほどね。これはやっぱあのポップチャート42位も納得の、野崎さんも納得のあれですね、下劣ですねはいはい、どんどんいきましょうか。じゃあもうでは、下ネタ編のじゃあ2人目、ボビー・バレンティノという人の、はいはい、曲は Three is the new two、はい、という曲です、うん、もうさ、だから前そこら辺に来るともうタイトルだけでピンと危ないぞと、あの Three is the new two ってさ、あのもうこの時点でさ、うるせえなって感じがするじゃん、もうすでに。これ意味としては3は新しい2だ。何回ですぞ。謎かけですよ。もうさ、この時点でさ、なんていうの、うるせえ理屈プラスどうせ下品なことが始まるんだろうかがビンビンねありますね。これどんなアーティストなんですか。はい、これね、シロ君も大好きな、はい、ハッスル&フローって映画あるじゃないですか。はいはい、映画。うん、あれにで公演してたリュダクリス。はい。が送り出したシンガーです、うん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 、なるほど。のこれ確かサードアルバムかな、はいはい、うん、の収録、これも今年だ。じゃ あ今年だね。ザ・リバースという、うん、はい、今年のアルバムからの、うん、シングルなんで、ね、ビルボードチャートで初登場って7位ですよ。かなり、いや、かなり今若手では人気あるシンガーですね、はいはい、これ今流れてる曲ですか。あ、そうですね。また例によって一応、ね、いい曲だね。かっこいいね、これビートもかっこいい、ちょっとクラップもかっこいいですよ、うん、これ、はい、絶対に変なこと言うはずがない曲、言うはずないよこれ。だってなんならクラブでもみんな本当にマジでうっとりしてこうやって体揺らしてますよ。女の子いらしてますよ。誠実な彼氏のね、歌なのかなと思いきや、思いきや、これまた、世にも珍しいタイプの曲なんですが、うん、提案を彼女にするんですね。提案、さっきの人が AV を作りたがっていましたが、はいはい、この歌はですね、彼女に 3P をスリーイズさ、スリーって 3P の3、そうです、3P の 3P、 つまり3人っていうのは新しい意味での2人なんだよねみたいなということですね。3は新しい恋人関係だよ。ああ、なるほど、なるほど、です。で、まあ、このコンセプト自体に奇弁だねその奇弁コンセプトにまず経典同時なんですけどその頼み方の端々にですね、にじみ出るその卑怯者っぷりっていうのが素晴らしいんで、はいはい、じゃあこれいくつか、パート5パートに分けます。5パートですか。5パート、はい、まずじゃあイントロ部分を聞いてくださいどうぞ。三人っていうのが新しい恋愛の形なんだ。さあ、君ならどうする？一体君はどうしたい？三人っていうのが新しい恋愛の形なんだ。さあ、君ならどうする？一体君はどうしたい？三人っていうのが新しい恋愛の形なんだ。さあ、君ならどうする？あのさ、イントロですよ。曲始まってないまずもうさ、論理としておかしいじゃないですか。自分で提案してんのに、あ、さあ君ならってさ、どうするんですかね。で、間髪入れずにもう歌が始まります。はいはいはい、もうそれ聞いてもらいましょう。こんな出だしで始まります。どうぞ。君がもう一人パートナーを追加したらどうなるか、妄想してるって話を聞いたけど、本当にそこまで行っちゃってもいいの？もしそうならベイビー、トライしても構わないよ。君の女友達に電話して後で三人で会う約束しよう。どこに行けばいいのかだけ教えて。コーラとヘネシーを持ってくから。そしたらみんなで楽しめるからね。どうですか。読めなかった。読めなかったですね。あのさちょっとあのさ、こいつから提案した3P なんだね。違いますよ、違いますよ。いや、だから男側から提案した 3P の提案なんじゃない、なのに、うん、女の子にもう一人女の子の友達連れてこいって言ってんでしょこれそうそうそう、つまり、これ、まあ、端的に出だしに合わされてますね。君がもう一人パートナーを追加したらどうなるか妄想してるで話を聞いたけど本当にそこまで行っちゃっていいの完全に俺誘われる側、トライしても構わないよ。そうか、
あのお前が妄想したんだから、お前が始めたんだよ、しぶしぶ行くよみたいなことなんですよ。ここまで行っちゃっていいのかな、じゃあもうしょうがないから友達呼んでってさ。俺ね、あのなんて男2のさ、はい、男に女1の 3P のなんかのことは違うんだ。なんてことですこいつ。てめえの都合がいいよいいよ。今小島さんに呼んでもらったのが一番の前文で、このまた続きでもうすぐサビに行くんで、じゃあそのサビも先に聞いてください、どうぞ。まだあんの。3人っていうのが新しい恋愛の形なんだ。一緒に君のガールフレンドを連れておいで。いろいろエッチなこと3人でトライできるんだよ。もし君がそんな風なファンタジーを望んでるなら、俺ももちろん参加しちゃうから。あくまで、あくまで、あくまで、あくまでエロいのはお前だぞ。お前のせいだ。俺は渋々だぞっていう。これどうなの？一番好きなのは、俺ももちろん参加しちゃうから、参加しちゃうからっていう。元はどんな感じなの？それは元はですね、いいかね、もう見てばいいじゃないか、もう、ね、この調子でどんどん畳めがいいから多いのね。じゃあ、はい、当然2番も続きますので、2番もこれ丸々じゃあお願いします。俺もう耐えらんない、もう何もコメントできない。自分がワイルドなタイプの男だっていうのは分かってるよ。でもそんな俺に君はぴったりだと思う。君のスケベな態度、いつだってエッチな気分でいるだろ。でも今回はちょっと驚いたけどね。もしトライするんだったら思いっきり最後まで行っちゃおうぜ。もう後戻りなんかできないよ。三人の関係をスタートしちゃったらね。これが2番の全文です。あのさ、まあ、あくまでそっちが言い出したことであるっていう一点は譲らない上に、うん、あのここに至るまでそのもう一人の気持ちみたいなもう一切ないから、ね、一切ない、一切関係ないからね。彼の絵面ではもう右手を一人の彼女、左手をもう一人の彼女に引っ張られてなんか連れていかれてるみたいな絵面ですよ。しかもさ、やっぱムカつくのはさ、相変わらず若干呆れ気味の態度みたいなのを崩してないじゃない。君の好きな態度、いつだってエッチな気分でいるだろう。でも今回はちょっと驚いたけどね。今回は驚いた。そんなこと考えてるだなんてっていうね。さすがの俺も、さすがの俺もびっくりさっていうね。ひどい。ボーキーバレンジョン、はい、当然3番もひどいことになっていて、これさらに、また具体的な一つの提案がボディからなされますんで、もうやだ。どんな提案をなされるかに注目して、じゃあ聞いてください。はい、どうぞ、はい。今夜は思いっきりアダルトな夜になるから、すっかりその気になっちゃうはず。で、その様子を撮影して後でみんなで何度も鑑賞するんだ。何度も何度も何度もね。君は本当にエッチだね。もうやだこいつ、やだ。もうやだ。もうさ、あのさ、これいいですね。さっきのさ、あの結局さ、さっきのなんだっけ、あの撮影しようぜにさ、そうですね、 AV 撮ろう、ガールフレンドナンバー2にさ、はいはい、戻っちゃってね、また撮影かと。結局ハメ撮りが好きということなんですよね。で、何度も何度も見ようぜって言って、最終的に責任転嫁、もう一回ダメ押しの責任転嫁も忘れないっていうことですね。この曲はびっくりしましたね。さすがにこれでもさ、これアメリカ人は歌詞の意味わかるわけだからさ、英語圏の人はさ、これはさすがにどうなの。いや、割とね、さっきのボーイフレンドナンバー2とかもそうだけど、あの YouTube とかでほら感想見れるじゃん、はいはい、あのコメントがね、そうそれで見ると割とでもね、アメイジングとかそうビューティフルとかビューティフル、そう割と書いてあんだけど、うん、今日ねこれ見たらスリーズ・ザ・ニュー・トゥース、ベリーファニーとかLOL爆笑はい、アメリカの爆笑、はいはい、そうやっぱみんな爆笑してるんだ、ね、これはみんな笑ってるっぽい。さすがに。あ、じゃあこの聞き方間違ってない、間違ってない。あ、よかった。あー、きつい、これきつい。はいはい、ということで、はい、強烈な来ましたね。いやすごいね。ちょっと待ってください、まだあるんですか。いやね、こんなん、はい、まだね、まだあるんですか。はいはいはい。じゃあ行っちゃいましょうか。はい、じゃあサクッと、じゃあ、うん、女性はじゃあ方やどうなのみたいなことですよ。これは荒井マリバリの強烈な下ネタが炸裂するわけですか。これさらっといっちゃいましょうかね。こっちにらまれてますけど、うん、はい、トゥイートというアーティスト、はいはい、これあのティンバーランドという、はい、あのまあ、今トッププロデューサーですね。そうですね、が送り出したあの女性シンガー、女性シンガー、はい。でこれね、あのデビューアルバムに「うん、ウッズ」って曲があって、はい、それは R&B チャート1位になってます、うんうん、それのね続編の曲、続編
はい、セクシャルヒーリング、セクシャルヒーリングね、ズバリマーヴィン・ゲイ的なね、それも思い浮かべますけど、スーパーと2あれもエロ曲だけどね、まあそうだね、うん、でこれはもう簡単的に1行でズバッといきます、うん、ただ、はい、日本語としてあまり聞いたことがない、単語と、語順あそこが注目です、注目です、なんでズバッと言ってもらいましょう、はい、どうぞ、はい、一人エッチ復興委員会の共同創設者の私たち。はい、聞き慣れない言葉2つありましたね。一人エッチ、一人エッチ復興委員会の共同設立者の私たち。めんどくせえ。これあのまず、まあ、なんだこれっていうのは、はい、一人エッチ共同、はい、復興委員会、うん、これ原始で見るとですね、はい、Do it yourself Renaissance、うん、で多分 Do it yourselfセルフが要はこれマスターベーション、そうです、はいはい、あのそもそもね、ウープスって曲、そのパート1の方も、はいはい、そういうマスターベーションの曲として話題になったところもあるんですよね、はい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 、でも本人はね、必ずしもそれだけの曲じゃない、それだけの曲じゃねえかなって、これこれから言っても、もう完全に申し訳ないですよねはいはい、これだからフューチャリングでこの曲ミッシー・エリオットと一緒にやってるのかな、ね、だから一応私たち、うん、そうね、ミッシーも、うん、その一人エッチ復興委員会の共同設立者である、あのさ、まずさ何これ一人エッチってか、そのオナニー的なものって復興しなきゃいけないのなんか廃れてたの、廃れてたんでしょうね、廃れてたっていう事実があるわよ、これいやもう公に言ってこうよってこと、ああそっか、うん、ガンガン盛り上げていこうぜと、結構美人じゃないの、結構美人、いや割と美人ですよ、俺ちょっと、うん、30歳を超えてデビューなさった、あそうです、ね、結構遅咲きの方なんですよね、うん、あそうですか、だからまあそのくらいもバンバン言いますよみたいな、これなんかそうだな、言い回しがいいですね、やっぱ一人一致復興委員会の共同設立者の私たちっていうね、はい、では皆さん使ってくださいね、ぜひね使いにくいけどじゃあ一旦 CM を挟んで、はい、大ネタ大御所の登場です、この後は、はい、TBS ラジオライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル、今夜は本当はうっとりできない R&B 歌手の世界、 R&B バカリリック大行進を、として、洋楽 R&B 歌手の世界を探っております。ナビゲーターは音楽ライター高橋芳明さんと番組構成作家の古川剛さん何もう笑ってんの、いやもう後ろのさ音楽で笑ってるこれな、どんな綺麗なイントロもしんどいね要はつまりこっからがついによ、いや大御所がまあもう出てきますね、続々と下ネタといえばもう、うん、下ネタ歌手といえばこの方ということで、はい、ついに本命が来ますね、はい、誰ですか、帝王 R ケリーですね、帝王、はい、下ネタいや笑うとこじゃない、いやでもさR ケリーってそういうビメロ代表みたいなイメージあると思うんですよ、うん、うん、いやもう、はい、まあ、ちょっととりあえずざっとアーティスト紹介しておきましょうか、はい、あの JG いるじゃないですか、 JG ビヨンセの旦那さん、はいはいはい、もうキングオブラッパー、そうそうそう、と一緒にあのベストオブボースワールドっていう、はい、アルバムを出してるぐらい、はいはい、つまり、うん、つまり、うん、ヒップホップのキングが JG だとしたら、うん、R&B のキングは R ケリー、まあでもそんぐらいの存在でありますよね、いやもうほんとほんと、まあでも今のビメロ化だし、うんうん、まあすごいヒットも飛ばしてるし、いやもうほんと今の R&B のこう、まあ土壌作ったっつって、あとさほらみんな知ってる曲だとさ、その僕も書いてあるマイケル You are not alone、 そう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 、ある意味マイケルの中でもすごい綺麗なさ、そうだ、ね、美しい、うん、最高の曲じゃないですか、うん、そうプロデューサーとしてもだからすごい、それはもうすごい優れてるんですよ、ね、なんだけども、うん、ということですか、ね、ちょっとこうセクシーなね歌を歌う人だぐらいのイメージを持ってる人とはちょっと詳しくないかもしれない、それはある、それはあるから、どこまで行っちゃってんのか、そうそうそう、ここまで行っちゃうとは俺もびっくりしたってお前はそのセクシーっていう範疇に収まる範囲なのかっていうのを検証しましょう、はい、じゃあ行きましょう、じゃあまずね、まあ、端的にあのセクシーという範囲に収まるか問題で、まあ、端的な部分を聞いてもらうのがいいかなと思って、はい、この曲セックスラブイズホワットウィーメイキン、セックスがまあカッコに含まれるんですけど、はいはいはい、っていう曲の、まあ、サビの部分ですね、はい、これをじゃあ、小島さんにナレーションしてもらいましょう、お願いします。やりたいんだ、朝にセックス、夜にセックス、昼にセックス、寝てる時もやりたいんだ、祝日にセックス、毎週末もさまあだからこれはあれですよね、あのセクシーというよりセックスですねY が取れましたあのセックスです、 R ケリーってセックスよねそういうことですよね、うん、この美しいバックにかかってる曲がこのサビを持つ曲です、でサビのところはね、このセックスっていうその連呼はごまかされてるの、それともズバリセックスって言ってるの、これ、いや言ってますよ、サビ出せるかな、これ出せるかな、サビいきなり今難しいですか、あまあまあでも出せます、寝ててもセックスは無理だよねはい、じゃあサビ聞いてみましょうか、はいはい、サビの部分だけじゃお願いします
あのさ、Even in a sleep、はいはい、あのさ、やっぱ英語詞だとさ、うまくメロディーとリズム、ライミングもうまいからさ、こうしてさ、乗せられちゃうんだけどさ、中学生だぞこんなセックスにセックスって喜んでんのこれ祝日にセックスって いろんな日にセックス祝日寝ててもセックスってのあれですよ、あのライムスターがね、昔あの仮説として唱えたね、全ての欲を同時に満たしたらどうなるかって、ね、こうやって寝ぼけながらこうやって、こうやって動かしながらご飯を食べると最大限の快楽が得られるんじゃないか、そういう実験かもしれませんね。アルケリアすでに到達してたってことですね。さあ行きましょうか。じゃあ、この勢いでじゃあですね、まあ、こんな調子の野郎だと、はい、はい、で、もちろんサビでもこんなこと言ってますし、うん、まあ、曲がまるまる下ネタというか、うん、セックスの歌になってるっていうのも、まあ、ザラにあるわけですね、うん、ハルケンの場でザラにある。で、我々が調べた結果、はい、この人のシリーズの一つとして、はい、あのセックスを何かに例えるシリーズが存在することが確認されたと。まずもう例える時点で嫌だもんなでさらに言うと、セックスを何かに例えるシリーズだが決してうまくはないっていう例えとしてうまくない、ないんです、うん、全然ダメ、はい、あ、なんで、このこれから聴いてもらう曲はですね、ダブルアップっていう7年、あの2007年にアルバイムに入ってるセックスプラネット、うん、はい、要はですね、宇宙旅行に、うん、セックスを例えてるんですね。ただやっぱり残念ながら非常に浅はかな例え話の連続になってて、その代表的な部分をじゃあまずね、一箇所聞いてもらいましょう、はいはい、お願いしますだから心配しないで、でかいロケットを持ってるんだ、君のエアポケットに突っ込んでいくぜあのさ、どうかのひねりのなさこれね、あの我が家のあの下ネタの人みたいななんかさ、まずさ、あのチンコをロケットに例えるというのはもう最低レベルじゃないですかそこだけはまず外していこうよっていうスタートラインですからね。あと何その君のエアポケットに突っ込んでいくってさ、何あんまりなんかロケットに対してどうなのまあまあだからその辺は細かく突っ込まないっていうあんまりうまくねえ気もするよね、やっぱね。こちなみにコーラス、いわゆるサビの前の部分じゃない、今ので、ここからグッと盛り上がってくる。今バックに流れてるこの曲がまさにセックスプラネット。またこんな綺麗な、信じられないでしょこんな曲の歌に、うん、で、だいたいじゃあ心配しないででかいロケットを持ってるんだ、それが心配なんだこれはあ、セックスプラネット、俺と一緒に飛ぼうぜだ、はいはいはい、で、この曲が全編このクオリティなんですが、はいはい、あの一箇所またですね、そのセックスを宇宙旅行に例えつつ、他もひどいぞ。あ、ひどいでしょ、うん、10から0までカウントダウン、発射行くぜやっちゃいけないことのオンパレードですはいはい、はい、で君のミルキーウェイを味わったうるせえ毎日考えますよ、はい、これで2番目にですね、うん、またですね、言うにこと書いて、はい、あるプレイをですねさらっと提案するんですね。また提案、また提案です。こっちらやっぱ本当にすごい、本当にすごいです。あ、そうですか、提案がある。まあ言っちゃっていいですか、はい、アナルセックスのことをですね、です彼がさらっと提案してる。これ宇宙旅行には例えてるんですよね。例えてます。続いてるね、例えてます、うん、はい。なんで一瞬聞き逃しそうになって二度見するみたいな感じです、はい、じゃあ聞いてもらいましょう、どうぞ。ガール、痛いことなんて何もないさ、ペインレスだぜ。これから天王星、肛門って星に旅するぜ。いや、ちょっとよくわかります、わかります。いやいや、全然わかんないですね。全然わかんないですね。ちょっと、これちょっと原始に当たんないと、ちょっと謎ですね、うん。どんな感じなんですか、元は。ですね、要はですね、ガール痛いことなんて何もないさ、ペインレスだぜ。まあ、ペインレスだぜっていう訳し方も、ちょっと不思議だなぁ。痛みはないですよってことですね。はい、はい。で、これから天王星、点々点。天王星をですね、あーなんかありました。原文見るとわかりますね、うん、はい、なんて言ってます。We'll take a trip to planet Uranus でいいんですかね。ウラヌス、はい、ウラヌスアーヌスこれじゃあごまかせてるかどうか出ますよね。ウラヌスアーヌス、はい、ちょっと聞いてみましょう。該当箇所出るかな。該当箇所聞きたいですね、これね。出そうですね。どこ大丈夫かな、出るかな。ここぜひ聞きたい、聞きたいですよね。出ます、出ます。ウラヌス、ウラヌス、ウラヌス。今言ってました、ね。もう一回。ああ、これか。はいはいはい。We'll take a trip to planet Uranus, Uranus.
しますか。大丈夫です。大丈夫です。うん、許しちゃうっていう。ラルス、ラルス。あのさ、俺思うんだけど、どうぞ、山田さんどうぞ。あのさ、言葉かけるときってさ、アヌスって言っちゃダメじゃね？ラヌスでさ、ラヌスでこれさだけで、あのなんか想像させるんならいいけどさ、まあそうですね。ラヌス、ラヌス。いわゆるこのイン優先、ライミング優先してしまう。言っちゃってんじゃんっていうね。びっくりしましたね。あのエレスアイヌスみたいな。エレスしようよ。あ、そうですか。最低。あとね、このアルバムだとね、他に例えるシリーズだとザ・ズーって曲とかね。動物園。他のアルバムだとセックス・イン・ザ・キッチンとかね。俺のフランスパンがとか。鉄塔鉄尾そのレベルなんですよね。親父の最低レベルの下ネタだと。そういう感じです。あ、もうね、アルバムたくさん出せるよって話なんです。量産してるとそういうことか。なんでライムスターどんだけないんだ、貸し借りってことお前。ライムスター、ライムスター。はい。で、アルゲリたくさんあるんですが、もう時間騒ぎすぎたんで、ここまで来るともう師匠ですよね。R師匠です。 R 師匠、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 次の新しいの何ですか。 R 師匠もいっぱいあるんですが、時間の関係で R 師匠は今の一曲に留めておいて。本当ですか。 R 師匠のその魂を受け継ぐ新鋭。あ、そっち行っちゃいますか。行っちゃいましょう。あ、そっち行っちゃいますか。はいはいはい。じゃあちょっと高橋さん紹介してもらっていいですか。この人はですね、あの結構皆さんもしかしたらねご存知かもしれない、というのも、あの先月ベストアルバム出ました、はい、愛さん、はいはい、愛さんと、はい、愛さんとコラボしたことがあるんですね。でこの人はですね、アトランティックっていうレベル、まあ、あの名門レベルに所属してるんですけど、そのアトランティックの黄金時代の60年代の看板アーティストだったオーティス・レディングいるじゃないですか。オーティス・レディングの再来、それすごい。誰でした、まだ名前言ってないでしょ。のトレ、あ、ごめんなさい、トレイ・ソングトレイ・ソングさん、もうすごいじゃない。そういう触れ込みで出てきて、しかもデビューアルバムの、あのイントロではですね、その同じくアトランティックの看板アーティストだったアレサ・フランクリン、クイーン・オブ・ソウルのアレサ・フランクリンが推薦コメントというか。ああ、ってことはもうアトランティックがもう本当に満を持して次世代の黄金期を作ると。アトランティックももう一回新しい黄金期作るぞと、その意気込みとともにプッシュしてる。いや、もう由緒正しき。そうですね。アレサ・フランクリンってこの間大統領のスピーチ、就任式でもね、そうそうそう、まさにソウルミュージックの伝統を背負って登場した。彼女が歌うわよと。はいはいはい。彼は歌うわよと、歌えるわよっていうふうに言ってると。はいはいはい。彼はR ケリーを同時に非常にこうアイドル視している。そう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 、もう完全に R 師匠、R 師匠、 R 師匠フォロワーです。いや、ただ R 師匠もね、言うてもまあいいそのメロディーメーカーでもあるし、ね、もちろん歌もうまいし、 R 師匠学ぶべきとこいっぱいありますよ。ただその師匠のど、大丈夫ですか、あそこ学んでないでしょうね。そのあの師匠の下劣なとこ。いやいやいや、ラーヌス、ラーヌスなとこ。そこ行くかな。そこ行っちゃう。で、これまさにですね、じゃあ今バックにこの流れてる曲ですね、タイトル言うとあれって感じになっちゃうんですけど、言っちゃいますよ。 I invented sex。 はい。これどういう意味ですか。俺がセックスを発明した。でかく出ましたね。はい。じゃあそのこれサビに当たる部分を小島ナレーションお願いします。ガール、君を家に連れて行ったらすぐに2階のベッドへ。ガール、思っちまうだろうな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 。ガール、俺がシーツの上に寝て君が上に乗る。ガール、思っちまうだろうな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 。セックスを発明したのは俺だって思っちまうだろうな。セックスを発明したのは俺だって思っちまうだろうな。引っ張りましたね。引っ張ったね。中身のないことを延々と引っ張りましたね。まずさっきから何度か出てくるけど、そのさ、このガールガールがイラッとされるね。これどういう意味なんですか。いやいやいや、つまりベイビーみたいなことでしょ。だからこれもボーストです、あの自慢ですよ。あ、意味ね、このセックスは。俺は
俺のセックスはすごすぎて、うん、俺がセックスを発明したと思っちゃうだろう。つまりこんなの初めてってことでしょ。真の、うん、真のセックスと呼べるものを初めて経験しちゃったと、はい、これがセックスだったのねと、うん、そうそうそう、あなたが真のセックスの発明者だと君は思うはずだ、はい、思っちゃうだろうなでもさ、俺がシーツの上に寝て君が上に乗るのは基本マグロなんですよ、これ受け身の男性が多いですこうやって上ってこうやって出て上に乗っからしといて、いやー俺のセックスいいって思っちゃうと思うよっていうね思ってないだろうな、他力本願系がありますよ、ね、しかもねこの曲さっきのチャート話で言うと、はい、R&B チャートでね、うん、今上昇中なんですけど、はいはいはい、13位まだモッカー売れてる最中、うん、はいはい、現在進行形の歌そうそう、はい、でポップチャートでは115位やっぱさその、うん、信頼できるな。僕日頃からさその J-POP のねその歌詞はもっと攻めた歌詞があってもいいんじゃねえかっていうけど、やっぱアメリカでも多少は分離してるのね、やっぱね聞く層はね、あのえぐい歌詞みたいなのはね、やっぱマナーみたいなのを知らない人たちで差はあるんだね、やっぱねなんぼなんでもってことだもんね先日あのその日本の担当の小野さんという方とこの曲について話してたんですけど、あのそこが課題だと、そう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 なんぼなんでそうそう、うん、あだからそのせっかく満を持して売り出したのに、はい、あのいかんせん R 師匠のR 師匠のそこ学んじゃったから精神を受け継ぎ精神受け継ぎちゃったからアトランティックもちょっと頭がやで下品すぎるっていう、あこれでもセックスを発明したのが自分で今までの人類の歴史何だったんだろうってこともねびっくりですよ、ね、よく人類を反映してこいたよね。そうだね、そ これね、あの推しを名語録とされるさ、お前らの彼女 がお前らと付き合ってるのは俺と付き合えないからっていうさまあだからあの名言も推しようかトレイかってことですね、推しようかトレイかっていうかましです ねいいですね。で最後に紹介するのがこのトレイソングス07年の曲の、曲名だけまず先言っちゃいましたね、はい、ストアランという曲で、はい、今回ですねいわばねこの曲があったからこの企画がもうできたぐらいの、ねうんまあ、ボムと言ったでしょう、つまりもうものすごい、はい、素晴らしい曲が1曲発掘されたと、ついにこれぞとストアラン、ストアラン、うん、もう前提の説明だけしちゃいますね。今このバックに流れてる素晴らしい、はい、またいい曲じゃないですか。いや本当にいい曲なんですよ、はい、まずイントロで言われてるのがいざことに及ぼうと、男のこの要はトレイソングスが電話しててことに及ぼうと思ってるんですねちょっと待ってことに及ぶ寸前の話ね、はい、もうでタイトルでストアランだよね、ストアランです、ちょっともう嫌な予感してんだけどな俺、勘の言い方、勘の言い方はね、で、イントロでまずあの喋った後にこう1番目でその自分は金曜の夜にねソファでリラックスして電話して、はい、で彼女と会うっていう段取りをつけてからの歌詞を、これもね3箇所にまとめてじゃあちょっと聞いてもらおうかな、はい、まずそのいわゆるサビの前に転調する部分、ブリッジって呼ばれる部分なんですけど、はいはいはい、そこをじゃあ、彼の生々しい思いが表現されてるんで聞いてみてください、はいはい、どうぞ。彼女も俺もしたいのは山々だけど俺に用意がなかったんだ、生でする寸前まで行ったけどそこで二人ともおじけづいた。彼女は言ったよ、さすがに妊娠は勘弁って。飛び起きて服を着た俺、もう少しで物にできたのに店まで走らなきゃでもうこのまますぐフックに行くんで、もうすぐフック聞いてください、はい、どうぞ。さっくり店まで行ってくるよ、カウンターに売ってる3個入りのあれを速攻で店までゴー、30分以内には戻ってくるからさ。さっくり店まで行ってくるよ、ゴムが必要なのに切らしてた俺、待っててくれ、暖かくしておいてくれよ、さっくり買ってくるからやっぱな、やっぱな、案の定こんなことだと思ったよ。貴重ですね、ストアランってね、店に走るだったんだこれ。そういうことです。だから歌詞自体も面白いし、これはやっぱあれですね、うん、その翻訳マジックというか、はいはい、まあ、翻訳家の人 の, あのマジックですね、あのさっくり聞いてますね、はい、あと3個入りのあれをこれ元はどんな感じなの、さっくりは。これはですね、はい、さっくり、さっくりってなんだ、さっくりって英語でなんて言ったのね。ストアランパックオブザスリーアップアットザカウンターだから、さっくりっていう言葉に相当する語句はないこれ跳躍だ、跳躍部分、跳躍部分、うん、あそうですか、シドニーシェルダン方式でこれでもさ、あの訳してる人がやっぱこう分かったんだろうね、あるあるね、これあるねみたいな、これ素晴らしい訳です、うん、でもさ、うん、
日本人の歌に対する感覚からすると、うん、この曲調にそれを乗せる神経わかんないよね。コンドーム買いに走る曲を乗せるってね。ねえ。でも彼は本当にね、もう本当 R ケリーとかよりもラッパー的なメンタリティ、はい。だからやっぱストーリーテラー。そう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 。ではさ、何より面白い話をするのが優先っていう。そう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 。ほらね。まさにその通りなんです。なるほどなるほど。うん、はいはいはい。で、もうこの曲はテッドデスリーこれで、うん、今のさっきのさっくりの部分がサビなんで、はいはい、でちょっと今流れてるかな。はい、このまあいや後で聞きましょうゆっくりとね。うん、これサビんとこ、うん。これサビんとこです。はいはい、ちょっと聞きましょうか。Wait for me, keep it warm. I had to make a slow run.ダウンしちゃいましたね。ピョンじゃないよね。ストアラーン。ストアラーンなんだ。そうそうそう。バカじゃねえ。ひでえなあ。そうですか。はいはい。まだ続きあるのでこれは。アウトロを聞きましょう。はい、これはですね、ポイントポイント。これはですね、曲全体というより小島さんにちょっとある衝撃の展開が訪れるとだけ言っておきましょうか。小島さんは今まで非常にね、あの役目をこなしてくれましたよ、もう 100%。はい。じゃあちょっと聞いてください。どうぞ。分かってる、分かってる。きちんと考えておくべきだった。でもまさかキッチンフロアでこうなるとは思わなかった。ごめんなさい。ついに小島さんも決壊してしまったということですね。僕も立ち会ってないんですけど、はい、これノーミスで今までずっと読んでらっしゃったんですよ。すただここに来た時だけがやっぱりもう決壊してあの読み切れなかったということらしいんですね。あの今までどこで、要するにさ、そのさ、本当に突発的に始まっちゃったんだなってことがわかるわけね、うん、これね。そうですそうですそうです、はい、じゃあアウトロもう一回一応じゃあ、 あの土地 OK テイクも小島さんの名誉のためにも聞いていただきましょう、はい、どうぞ、はい、分かってる分かってる、きちんと考えておくべきだった。でもまさか、キッチンフロアでこうなるとは思わなかったんだ。問答無用さ。今の俺は父親になどなれない。それに、安全第一だしな、ガール。エイズの心配だってあるしさ。アウトロにしちゃ結構長い話だな。あの基本的にさ、今日聞いてきたのさ、と、うん、共通するのは、うん、あのくど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 言い訳がましいっていうのがね。あと基本的に男性受け身ですね。あとそのそうだ、ね、受け身だし、まあその卑怯とかさ、うん、ほらアメリカのさ、ほらじゃそれこそなんていうの、ほら妊娠しちゃってちゃんとさ、うん、父親が責任取らない問題みたいな、はいはい、ラップの歌詞でも Be Our That Child ね、ありますね、同時とかね、うん、かそういうこうそういう社会問題が常にあるぐらいだから、基本的に男はダメっていうのが結構浮かび上がってこない、これ、うんうん、割と男はダメだっていうふうに歌った方が逆に女性客のハートが、うん、そうやそうやと、そうそうということなんだと思うんだけど、リアリティがあるんだ、この方がそれ込みで共感を呼ぶわけですよ、うんうんうん、でもね、一生懸命そのゴム買いに行ってくれ、これは誠意あることですね。そうだね、そうそうそう、無責任なセックスしないっていうことですからね、うん、だからストアラーンってサビもあの笑いながらでもいいやつみたいなことかもしれない、はいはいはい、実際あのちょうどねこのアルバムが出るときにトライ君が来日して、はい、コード会社で視聴会やって、はいはいはい、この曲紹介した時、はい、あの共感できるだろうできるだろうって言ったけどもうみんなドン引きだレコード会社の方みんなドン引きだったえトレイ君っていくつぐらいなの？今23歳ぐらいかな。まだ若いんだよね、うん、全然若いよ、うん、だからやっぱそのちょっとこうね、本当にここら辺がリアルにあるところなんだろうね。そうでもさ、なんか分かる気もするんだよ。例えば女の子とそのね、そのついにことに致す段階になったと、でもゴムがない、買いに走るってうざいけど、同時にこの走ってる時ちょっと顔、うん、笑顔、ちょっとさ、人生の中でも結構いい焦りっていうかさ、まあ、誠意を見せているぜっていうことだもんね。そうそう、で今すぐ帰っていくよ、恋人はサンタクロース、うん、ね。いや、でも実際ね、YouTube でもこの曲は、はい、本当もうビューティフル。あ、そうなんだ。ビューティフル。でもその笑い、笑いじゃなくて。でもやっぱそのコンドーム買いに走る様を自分の様に置き換えてみると、うん、結構、うん、それっていい場面なんじゃねって感じしてくるもんね。だってワンオブザグレイテストソングエバーとか言う。そこはYouTube の感想がいい。そうそう、YouTube の感想。あー、いやいやいや、あっという間にこれ終わっちゃいましたね。バカリリック。ちなみにこれさ、はい、オクラなし、まだ全然全部じゃない。いや、だってまだ R 師匠なんてもう、ほんと触りだもん。しょうごさんの一角ですか、ね、R 師匠も R 師ってことですか。うん、はい、はい。あとね、ほんと一曲も出してない、うん、超ボムが。大物がいるわけね。山脈と言っていいですか。あのこれ反響が大きければぜひ第2弾とお送りしていきますので、ぜひやりたい、ぜひ皆さんあの反響のメールをください、はい、ということで、高橋義明さんをお招きしてお送りしました、はい、本当はうっとりできない R&B 歌詞の世界第1弾お送りしました、はい。